はい、ということでね、今日は2020年6月1日です。世間では、6月1日から、全国のね、小学校が、再開されました。約100日ぶりにですね、この相模原、ね、僕の子供も学校に行ってきたようです。はい。まあ、ということでね、コロナウイルスが、多少ね、収まってきたというようなね、基準に達したんじゃないかなとは思うんですが、そんな中ですね、アベノマスク、未だに届いておりません。そして、給付金の方、ね、申請書すらまだ届いておりません。さあ、一体どうなってるんでしょうか。ね、持続化給付金の方も3週間から1ヶ月前に、申請しましたが、ようやく3週間ぶりに、それについての返答のメールということで届きました。中身がですね、今混み合っているのでもう少々お待ちくださいというメールが3週間経ってようやく届きました。さあ一体どうなっているんでしょうかね。ということで、今日はですね、政治の話ですね。このチャンネルではそんな政治についてはそこまで深く、お話ししてきたことあんまりないと思うんですが、まあね、このコロナで皆さん多少政治にはちょっと関心が、出てきたというか、疑問ですね。どうなってんのっておかしくないみたいな、ところが、出てきてると思うので、その政治についてね、ちょっと今日はお話ししていきたいと思います。で、今日お話しするのは、市議会議員についてということですね。で、政治についてあんまりよくね、詳しくわからないという人のために、ちょっと解説しながらお話ししていくんですが、議員さん、政治家と呼ばれている議員さんっていうのは大きく分けて3種類ありますよね。国、国会議員、ね、衆議院、参議院あります。で、あとは47都道府県にも議員さんいますよね。都の、ね、都の議員さんだったり、県対議員さん、ね、がいます。で、それから3つ目がこの市区町村、ね、市区町村の議員さん。ね、この自治体とかね、地方自治体って言われてますけども、この市区町村の議員さん、一番小さなコミュニティの中での議員さんが市議会議員さんですね。一番ちっちゃいのはね、村とかね、町の議員さんなんですが、一番こうメジャーでね、一番多いのが市議会議員さんですね。何市、ね、何県何々市の議員さんということですね。で、この議員さん、ね、議員さんと聞くとですね、皆さんイメージがあると思います。本当に頭が良くてね、いい学校出てて、すごいお金持ちで、優秀な人みたいなイメージがあると思います。普通の人から見たら本当にハードルが高い、ね。もう自分なんか絶対なれない世界の人なんだろうな、みたいなイメージが一般のイメージだと思いますが、実はね、そんなことないっていうところをね、ちょっと今日お話ししたいなと思います。とりあえず、システムとしては、4年周期なんですね。一回当選すると4年任期があるんですね。なので、4年周期で、選挙が、あります。条件としては25歳以上であれば誰でも、日本人であれば、であとは3ヶ月以上その町に住んでいれば立候補はできます。選挙に出ることはできますね。そこでね、当選すると、どんな仕事があるのかっていうと、議員さんの仕事は議会ね、議会、大体3月、6月、9月、12月に議会、ね、その町でその、議会、議論するところがあるんですが、ね、会議をするところがあるんですが、そこでね、市民の代表として出て、意見を言ったりとかするわけですね。はい、で、その議会っていうのが3、6、9、12月で、大体2週間ずつぐらいあるので、60日ぐらいは議会で、拘束されます、議員さんはね。ただ、その他の日っていうのは皆さん自由なんですね。自営業みたいな感じで、自分でね、だから仕事を探したりとか、講演会開いたりとか、
勉強会やったりとかね、他の町に視察行ったりとか、まあそういうことをね、自分で、見つけてやっていくわけですね。その町のね、市民相談とかもそうですね。はい、まあ要は300日は自由なんです。ね、やらなければ300日休めるんですよ。休んでも文句言われ、まあ文句は言われるけど、法的にはもう全く問題ないというような仕事なわけですね。ただそれでいて、月収は約70万円、相模原市だと66万円、プラスアルファ、まあ、10万円、政務活動費10万円とか、まあ、そういった感じなんで、まあ、70、7、80万月はもらえるということですね。あとはボーナスとかもあるのかな。うん、まあ、年収で言ったら本当にもう1000万弱ぐらいになってくる。ということですね。小さい町だともうちょい低いと思います。ね、60万、50万、40万ぐらいになってくると思うんですが、まあまあ、ね、この条件でこれだけもらえれば相当なね、十分ですよね。で、別にあの、なんだろうな、副業じゃないけど、あの、他に職業を持ってても、ま、問題ないというところですね。あの、こっちがしっかりできていればね。はい。ということで、まあ、職業としては美味しいな、っていう感じですよね。で、まあ、ただ選挙出たって絶対そんなね、あの、投票してくれる人なんかいない、当選なんかできないだろうって思うんですが、実際は、有権者の 2% ぐらいで当選できちゃうんです。例えば、この相模原の中央区だったら20万人います、有権者が。そのうちの 2%。まあだから4000人が投票すれば間違いなく当選します。ね、100人中2人が票を入れてくれれば当選しちゃうっていうレベルの話なんですね。はい。で、まあそうですね。だから、まあさ、ここで言うと、ここの選挙区で言うと、まあ25議席ぐらいあるのかな。うん。まあそこに対して25人から30人ぐらい出るような感じだと思うんですが、まあまあ 2% ぐらい取っちゃえば当選できてしまうぞと。結構これチャンスね、誰にでもありそうだなって感じしますよね。ただ能力的なとこがどうなのかっていうと、学歴、経歴、資格、経験、実績はほぼ関係ないですね。うん。ここを見て投票する人はほとんどいません。やっぱあのポスターの写真見てとか、その人がやりたい政策、を見て投票したりとか、あとはその党、ね、自民党だから投票しようとかね、公明党だから投票しようとか、まあ、そういったところでしか、あの、ほとんどの人はね、投票してないんですね、実は。まあ、だからこういった、まあ、実績とかね、そういうものはあまり関係ないということです。ね。で、逆に言えば、あの、前科があるやつとか、まあ、無職のやつとか、でも、全然当選できる。まあ、この 2% さえ取れちゃえば当選できるチャンスはあるということですね。まあ、言ったら誰でもできてしまうということです、ね。イメージほどハードルは高くないんですよ。市議会議員っていうのは。ということです。で、あとは心配なのはね、お金ですよね。これ何百万もかかんじゃないのっていうのはイメージなんですが、お金かからないんですよ、実は。ね、ビラだったり名刺、ね、こういうビラですよね。ビラとか名刺、それからポスターね、あのね、掲示板にこう貼り出されるポスター、あれも全部ね、公費で全部出してくれるんですね。その町がね。あとは選挙カー、これもあのレンタル代出ます。それから選挙カーの運転手だったり、ウグイス嬢ですね、あの喋る人ね。ああいう人の人件費も出るんですよ。選挙期間中。の人件費、一週間だったら一週間分出るんですよ。まあ、要はお金かかんないんですね。うん。だからお金なくてもできちゃう。お金なくても学歴、経歴、資格なくても誰でもできちゃう。出れちゃう。これが、まあ、市議会議員の選挙なんですね。まあ、ただ一つ、供託金っていうのがあって、こう、誰でも出れちゃうってなったら、本当に100人、200人出てきちゃう。それじゃ困るっていうので、あの、冷やかしはダメですよっていうことで、まあ遊び、ね、冷やかしはダメですよってことで、供託金、ここ相模原だと50万円、とりあえず預けてくださいと、市に。あなたがその冷やかしじゃないというね、証拠のためにね、一回預けてください。で、冷やかしじゃなければね、選挙終わったら50万返します、丸々。そっくり返しますんで、一回預けてくださいと。
ね、もしそれであなたが冷やかしで全く票が入んなかったら、あの市が没収しますけどねっていうのが供託金です。でその没収のラインが 0.6% です。その、あの得票数の 0.6%、 だいたいどのぐらいかっていうと、相模原、まあ、ここ中央区だと20万人の有権者がいます。で、大体投票率 50% なんで、10万人の、得票率があります、ね。得票数があります。で、そのうちの 0.6% なんで、まあ、600票以上取れれば、入れば、供託金没収にはならないんですね。で、この 0.6% ってじゃあどのぐらいかっつったら、1000人に6人。1000人中6人が、投票さえし、ね、投票してくれさえすれば、没収されることはね、返ってきますということです。1000人中6人ですよ。ね、出てる人って、まあ、2、30人しかいないんですよ。ね、そこに1000人の人が投票したときに、6票入んない人っていないんですよ。ね、どんだけ適当な人が出ても、ほぼいないんですよ。うん。ということで、まあお金はかかんないと、ね、いうことになります。これが市議会議員なんですよ。市議会議員だったら、まあどんなメリットがあるかっていうと、もちろんここもそうですよね。こんな、こう、まあ楽って言ったらあれですけど、まあ普通のサラリーマンと比べたら全然楽だと思います。ね、あの自営業なんでね、自分で全部決めれるんで。あとはそれでいて、このね、お給料はもらえる。これも相当なメリットだと思います。それから、市議会議員の仕事の大きなね、ポイントっていうのは条例ですよね。条例を作ったり、条例を変えたりとか、まあ、そういうことがまず一つ。それから、行政の機能改善ですよね。これも議員さんの仕事になります。ね、本当に行政でなんかおかしいなこととか不備があれば、それを議会にかけて直した方がいいということで直すんですね。いろんな規定とかっていうのをどんどんこう直していったりできるわけですね。これっていうのは今ね僕らがやっている、片親によるね、連れ去り親子断絶問題っていうのもここで防止できますよ。法律変えなくても実はここで防止するできることがたくさんあります。条例作ったり機能改善することで。それから児童相談所問題もそうです。ね。まさに行政なんですよ、児童相談所。児童相談所が、まあ、行政としての対応おかしければ、そこをね、変えていくこともできちゃう。これが市議会議員さんのメリットとなります。なので、当事者の人がね、なるっていうのは、相当理にかなったことなんじゃないかなと思います。ね。当事者の人で、やっぱお金困ってる人も、たくさんいると思います。あとは時間がない人たくさんいると思います。ね。子供を養育しなきゃいけないから。ね。大変な人いっぱいいると思います。そこは、フォローできます。ね。それから、そういった問題が起きると、こう、改善することができます。ここまでね、なんだろうな、ちょうどいいというか、理にかなった、ね。当事者にとっては理にかなった職業ってないんじゃないかな、と思います。ぜひね、当事者の方でね、それだったらちょっと私もできるかも、みたいなね、人がいたらね、ちょっとね、やってほしいなと思います。ただ僕は、やる気ありません。ね、政治興味ないんで、政治興味ないっていうか、政治家に興味がないんで、僕はやる気はありません。ということで今日はちょっとね政治のお話でした。親子断絶をぶっ壊す。